はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。今日は、写真紹介シリーズ第3弾ですかね、始めていきたいと思います。今日の、テーマは華道家のちょっとお仕事紹介みたいなことをやってみたいと思います。お稽古、いわゆる生け花教室ですね、やってるのは皆さんご存知だと思うんですけど、それ以外のこんなお仕事やってるんだよみたいなのをご紹介できればなと思っていますので、最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、まず1枚目、これ結構でかいですね。そうだよなと思うかもしれないですけど、こう池込みって言いますけどね、こうステージの壇上だったりに行けるお仕事ですね。これはちょっと大きめの同窓会で行けた写真ですね。この上に富士山あるの分かります？あ、本当だ。富士山探してみてみたいなトリックを仕掛けたと。これは卒業式の壇上のお花ですね。これ後ろが赤いカーテンというか、ちょっと円字というかね、そういうのはやっぱりこう黄色とかが映えますね。逆にこういう赤いバッグだと赤いお花があんまり映えなかったりしてね、赤いバラとかはね、そういうなんか場所によってやっぱりお花の選び方も変わるし、お花屋さんがこういうお仕事をお受けするのが普段多いんですけどね、華道家ならではのちょっとこうダイナミックさみたいなのをやりたいなと思って、こういう枝ぶりのなんか荒れてるやつ選んでやったの感じですね。これはお聖火、小学校の卒業式ですね。桜のお聖火をお願いされて、お聖火行けるとちょっと格が上がるとかというかね、お花がなくて寂しいっていう人もいるのかな。でもね、格が上がる感じですね、場がね。そんなあのこともやったりします。これはもう桜一色、結構ダイナミックでしょうか。これは何が大事か、大事っていうか大変かっていうと、その日に満開にしなきゃいけないってことね。家の中でちょっと咲いてなかったら温めたり、ストーブの前でね、そうやって調整したりしますね。この日に咲かせなきゃいけないので、やっぱり仕入れる時期も考えなきゃいけないし、開花時期も調整するみたいなね、そういうのが生ける方より大変だったりしますね。意外と下ごしらえというかね、そんな感じのやつですね。これも桜とちょっとお花混ぜた、これはね結構大きいんですよ。これ上に大きいですね。2.5メートルぐらいいったんじゃないかなっていう、ちょっと大きすぎるって言われちゃったぐらいなんだけど、だいぶ立派なのができましたね。これも卒業式ですね。これは同じ学校の入学式、ちょっとやっぱ4月になるとさらに春らしくなるというかね、そんな感じの。これは秋口に琴の自動演奏みたいなのやってるんですよ。人がいないけどお琴が鳴ってる、なんかそういうのの脇にちょっと秋らしいお花を添えさせていただいた時ですね。これも同じ時ですね。ちょっと竹を立てたりして、竹はこういう大きいのをいける時は重宝しますね。これはお聖火、その富士山の三つ寄せ池みたいなの、これは海外の方が来られるパーティーだったので、あえて昔ながらの生け花みたいなのをやらせていただきました。お聖火。ここからはね、レストランの池込みですね。これは特茶、特茶とあとちょっとこの流木かなんか入れたりしてね、ちょっと強さありました。レストランでこう部屋の真ん中に行けるみたいな時があって、そういう時は背景がないので360度から綺麗に見えるようにしなきゃいけないので、ちょっとそこら辺はお花の量も増えるし、生け方もちょっと変わってきますね。これも同じお店でススキの一色、こういうやっぱ分かりやすいのが良かったりしますね。これは菊、いろんな種類の菊を混ぜて、これも秋口だったんですかね、大きい菊を、柳が暴れてるってやつですね、これもね。結構ワイルドな感じでできましたね。これはね、もみじ。もみじも桜と一緒に、例えばね、その色になるまで待ってたりするんですか？あ、これは企業秘密なんだけど、これはね、造花なんですよ。え、あ、これ造花なんですか？そう、最近の造花よくできて誰も気づかないという。何、華道家とか生け花の先生が造花いけていいんですかっていう、実はそういうタブーみたいなのが
あるんだけどね、ちょっと内緒でね、もみじとかこう紅葉しているものってやっぱり日持ちがしないので、まあちょっとお許しいただいて、まあ増加でやってます。まあお許しも何もないんだよね、こっちのなんかプライドの問題だったりして妥協でもないけど、まあそんな感じでやってます。はい、これは桃ね、綺麗に咲いてますよね。白い白桃で、ね、ちょっと珍しいやつですけど、大きくいけるのはもうやっぱり仕入れが勝負ですね。長さはまあ長いの買うっていうだけなんだけど、やっぱ季節感みたいなの大事にしますね。これはもう営業中に生け込みをさせていただいて、公開生け込みみたいにね。あ、じゃあお客様とかも普通にいらっしゃる？この時はあのいる中でやらせてもらったんだけど、これはね、どこだかっていうと、ここなんです。これはおなじみのマーク、わかりますかね。これはね、万年筆のモンブラン。銀座に、まあ、ブティックっていうのかな、お店があって、そこに桜を生けさせていただいたと。邪魔にならないようにするのとか、まあ、ゴミをとかね、出るのを常に片付けながらみたいなのとかあるけど、結構逆に何かやってるみたいな感じで、客寄せっていうの。客引きになったりもするのでいいかなってのもあるんですけど、ここすごいお店が綺麗なんですよ。床もね、何もだから、まあ気を使いましたね。あと、まあこれ上に高く行けてますけど、あんま横に広げると人に当たっちゃったりして邪魔になるので、お店に行ける時とかはそういう注意が必要ですね。これは某証券会社さんのエントランスで行けた。幅はもうこれ7メートルぐらいありますね。7-8メートル。そう、流木を置いて竹をね、またかけてみたいなやつですね。まあ場所がいいってのも、これ横から見るとこんな感じですね、うん、我ながらまあまあですね、いいですね、ここからは桜シリーズですね。3月になるとこれ店内でお花見したいとか、桜の生け込みをしてもらいたいっていう、結構オーダーをいただくことがありますね。これは満開でいけるわけではなくて、あのつぼみの状態でいけて、だいたいいつ頃満開になりそうですよっていうのをお店にお伝えする感じ、もしくは5日ぐらいかな、見てもらう、まあ、状態にもよるんだけど、まあ、火曜日とか水曜日にいけて週末いい感じじゃないですか、なようにしてほしいとか、そんな感じですね。満開でいけるとやっぱりちょっと落ちちゃったりするので、あんまり良くはないですね。だから調整してそこら辺の相談しながらって感じですね。これはちょっとトリックがあって、これは後ろがこれ鏡なのね。鏡だから一面に見えるけど、実はここの1箇所2箇所に行けてるだけでもないんだけど、まあ結構な量は行けてるんだけど、鏡に反射してるのもあるとすごい、ね、一面桜みたいですけど、ね、まあ、ちょっと贅沢ですよね。この桜の下で室内でお食事するみたいなね、そんな企画でした。これは表参道の鉄板焼き屋さん。ここは片側にお花を長くやるので、こう牡蠣が倒れちゃうことがあるんですよね。こういう風にやってもらいたいというと、その時はこう枝先をこう天井から吊ったりして支えたりしてますね。店内装飾というか、もう本当にそういう感じですね。生け花というよりはね。これは竹下通りのバナナスムージー屋さんで、これは2種類桜が入ってますね。ソメイヨシノと八重桜と、ピンク色がやっぱり黄色いこう店内に映えますよね。とてもあの好評だったみたいです。こっからは生け込み終わってちょっと別のお仕事ですね。これは小学校で小学生に教えてる図工の時間かなんかでこれはやったのかな、うん、そういうお仕事もたまにねありますね。これもですね、子ども教室やってたからずっと得意なのかな得意かどうか人の見たことないからあんま分からないけど、これちょっと廊下に飾った、なんか並ぶとすごいですね。綺麗だよね、うん、先生方もみんな喜んでましたね。これはもうパソコンとか機材に囲まれてますけど、オンライン生け花講座みたいなのをやった時のですね。もうコロナ禍で来れない、行けないので、オンラインでもいいので生け花を教えてほしいっていうのでやったやつですね。こんな感じで見本を生けながら、カメラ越しというかには5、60人いらっしゃるみたいですけどね。
一緒に生け花をやってみるみたいな某企業の研修で、はい、やらせていただきました。これは芸能人の方にちょっと企画で教えるっていうお仕事ですね。誰だか分かりますか？これはね、あのゴールデンボンバーの歌広場さんっていう方ね、なんかファンクラブの開放誌かなんかの、これはお仕事でしたね。これは長谷川レナピョンっていう元 NGT の方。あ、これこれこれだ、ニコ生みたいな、あの、はい、生放送みたいなのやったのね。先生ダンディってあるでしょ。一応これスクショしました。これは声優の宮野守さんっていう方で、うん、結構有名、マルチでやられてる方で、これはなんか音楽番組のちょっと企画でやらせてもらったやつですね。一緒にこう大きいのをもういきなりぶっつけ本番でいけるみたいなね、だいぶ無茶ぶり企画でしたけどね。完成作品これ、うん、結構ちゃんと仕上がってるでしょ、ね、いいですよね、ダイナミックで。これは生け花パフォーマンスをやってる時の写真ですね、うん、水墨画出前という、ね、のをうちの流派は、完成作品でじゃなだけじゃなくて生けているところも、まあ、その所作も含めてお見せするっていうのをやっていて、そのパフォーマンスを、まあ、やらせていただいている写真ですね。これもですね、これはちょっと動画の撮影でやったのかな。金屏風がいいでしょうかね。かっこいいですね。かっこいいですね。これは某パーティーのちょっと余興的な感じでやらせてもらった時のやつですね。これは正面からいけて最後に回す、うん、っていうやつですね。ホテルオークラこれは歌舞伎町のど真ん中でやったやつ。これね、菊なのよ。菊をね、めちゃめちゃ大きく栽培する方がちょっとお知り合いでいて、なんか東アジアをなんかこう一つにみたいな、そういうちょっとイベントでステージの花をやったやつ。すごい立派でしょう、菊は。これは京都でやったやつですね。観光客の方向けにやはり余興でやった時のですね、大きいですね。桜と、ね、聞くと、これはあれだ、披露宴でやらせてもらったやつで、もうこの写真よく使ってるんですけどね。これはね、明治記念館って聞いたことあるかもしれないですけど、はい、明治憲法をここで作ったよみたいな金慶の間っていうところなんですね。なんかまあ今はこういう披露宴とか宴会で使われている場所ですね。とてもあの天井とか壁も含めてすごい素敵な場所ですよね。行き終わった感じ、これですね。これをね、15分ぐらいでやるんですよ。15分ですか？そう、大変だけど、まあ、喜んでいただいてよかったかなって思ってます、うん、で、これが新郎新婦とね、その撮った写真ですね。ちょっと疲れ顔ですけど、僕も笑顔がない疲れてるかなこんな感じで、最近まあこう披露宴とかはね、できなかったり、パーティーとかもあんまないからね、最近やらせてもらえてないというか、まあ、なかなかやりづらいお仕事が多いんですけどね。で、またコロナが明けたらこういうお仕事もね、やってお花で盛り上げるみたいなね、でもやっていきたいななんて思ってます。こんな感じで、あの稼働家のお仕事紹介ということで、写真を紹介させていただきました。じゃあ今日はこれ。